はい、皆さん、こんばんは、鉄道総合館です。え昨日、二千二十二年七月の五日、火曜日の、えー、夜です。けれども、中央本線にて、えー、ムーンライト開示号が誕生いたしました。まあ、ムーンライト開示号という名称で言ってます。けれども、えー、中央線の特急開示号の最終電車。五十九号が、えー、深夜帯を走行し、えー、早朝を迎えるという状況になりましたので。 そのニュースについて皆さんにお伝えいたしますでは本日もよろしくお願いしますまず第一報が流れたのは23時頃になります中央本線は笹子発初刈駅間での安全確認の影響で 高尾甲府駅間の上下線で運転を見合わせておりますと特急開示59号は新宿駅を23時ちょうどに発車する中央線方面の特急電車の最終便です、えー、ちょうど新宿を出た頃にこの第一報が流れましたただすぐには運転見合わせにならずにそのまま列車は進み途中の高尾駅まで運転されましたで高尾駅にてその 状況がお客様に伝わりこの先運転見合わせになる可能性がありますというようなアナウンスがありました初めは安全確認というふうに事象を言っていたんですけれども後にですね火災そして火災からの河川切断というのが発見されましたで運転再開にはだいたい早くとも4時間。 長いと7時間ほどかかりますとそんな車内アナウンスも流れました特急開示59号は高尾駅を発車したんですがその先の大月駅でしばらく運転を見合わせることになりましたなぜ大月駅で運転見合わせになったかと言いますと先行の特急開示57号22時ちょうどに新宿駅を出る一、えー、本前の甲府行きの電車に関しても 先の駅で運転見合わせその特急電車と特急電車の間には先行の普通電車が停車しておりましたので後続の電車も順次運転見合わせという形になりました。下線断線という症状が分かったのは0時ごろなので事象がき起きてから約1時間ぐらいになります。 この時点では4時間から7時間ほど時間がかかりますというふうに車内アナウンスが流れ場合によっては翌朝の7時ぐらいの運転再開になるという可能性もありますというようなアナウンスも車内で流れておりました大月駅に停車した時点ではすでに日付が変わって1時を過ぎていたということですそしてその頃ですね寝ているお客さんも大半を占めておりましたが 飲み物と食べ物が配られたということですそして午前1時半頃だと思うんですけれども運転再開の見込み時刻が分かりましたと現時点では復旧にあたって社員が向かっておりますというふうにアナウンスがされておりました最初に発表された運転再開見込み時刻は5時ちょうどという形で え乗車していた特急開示59号に関しては大月駅でしばらく運転を見合わせると、まあ、翌朝まで運転見合わせますと運転の打ち切りは行いませんただし、えー、2時間以上の遅延が確定しておりますので後日特急券は緑の窓口で払い戻しをさせていただきますそしてチケットレスに関しては、えー、自動的に払い戻しがされますと。 でえー、割引切符の場合は払い戻しできない場合がありますのでご注意くださいそんな放送がありましたそして、えー、翌朝を迎えまして朝の4時49分ごろですね、えー、中央本線順次運転再開という形になりました大月高尾駅間は3時8分ごろ、えー、甲府大月駅間は4時49分ごろに運転を再開いたしました。えー、各駅停車のの大,大月行きの 電車とかも運転されてたみたみいですそして特急開示59号と、えー、普通電車の小淵沢行き甲府駅23時59分発の普通電車の小淵沢行きは、えー、5時18分に発車する予定だったんですけれども、えー、普通電車の小,、えー、小淵沢行きは甲府駅で運転打ち切りとなりました。そそしてその 普通電車の小淵沢駅のお客様はどうしたかと言いますと、始発電車に申し訳ないですが乗車してくださいと、甲府駅始発の電車にえお乗り換えをしてくださいというような形になりました。まあ、YouTube 上では実際に乗車している方の動画っていうのも上がっていたみたいでございます。えー、長時間の足止めと、 えー、なっってしまった方も中にははいいたのではないでなしょうか、えー、中央線の、まあ、ほぼ夜行列車と言いますと昨年の確か3月頃にですねダイヤ改正の時期に、えー、私が乗車した特急開示39号が、えー、甲府駅に2時半頃に到着しそこから普通電車の小淵沢行きに なんと接続があったなんていう動画もありましたけれどもぜひそちらを参考にしていただければと思います。そして特急開示59号新宿駅23時ちょうど初の最終便の甲府行きの特急電車が大月駅を発,した発車したのは全、えー、線での運転再開がされた4時49分を、えー、しばらく過ぎた5時,5時15分頃 だったかと思いますそしてそこから、まあ、走り出し、えー、そのまま運転の打ち切りは行わずにです、ね、甲府駅まで運転が出されたということです。 そして、えー、約300分、約5時間遅れて、えー、終点の甲府駅に到着いたしましたということでございます。えー、5時40分、5時50分ぐらいに6時近かったんですかね、ちょっと時間は把握できていないですけれども、まあ、終点の甲府まできちんと運転はなされました。小淵沢行くく方は、えー、始発電車車にご乗車くださいといとったような 放送が駅構内で流れておりましたということです運転手さん駅員さんそして乗客の皆様大変お疲れ様でしたえこの動画が役に立ったらいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価コメントそしてツイッターのフォローもお待ちしておりますご視聴ありがとうございました